している、パティシエの青木貞治さん。スイーツの本場パリで活躍するトップパティシエ。パリには素敵なお菓子屋さんがたくさん。ここは青木さんのお店だよ。はぁ、美味しそう。青木さんはどんな思いでお菓子を作っているのかな。お菓子ってね、国で言葉が変わったとしてもね、お菓子って本当に言葉いらないというか、すごいみんな喜んでくれるでしょう。それがやっぱりね、菓子作っててよかったなって思う。お菓子ってみんなを幸せにするんだね。次回は青木さんのお店のパティシエール渡辺さんにお菓子作りを教えてもらいます。